はい、どうも隊長です。というわけで u c 4キャリアモードを続きやっていきましょう。選手生命がやばい。そろそろ半分に到達しそう。現在のランクはですね、13位。13位ですね。まあ、なんとか生き残ってるっていう感じです。で、俺を2回倒した、このアル・アイア・キンタが4位に上がってる。上に行っちゃったなアイア・キンタ。いや、こやつのおかげでね、選手生命ごっそり削られた。2回とも脳震盪ですからね。 同じ相手に2回負けるって <laughs> どうなの格闘技の世界からして同じ相手に2回負けるっていうことは3回目あるので次の隊長の対戦相手なんですけどもベニール・ダリウシュランクでは格上ですね19勝5敗1位引き分けこれ国籍イランかなこの選手の情報総合星4ファイティングスタイルは柔術なんで寝かせに来るねリーチはそこまで 同じぐらいだね。経験値ポイントでフットワーク回復。体力面は、そうだね、鍛えておいた方がいいね。心配機能とか、こういうのはラウンド進むにつれて必要になってくるから。よし。で、今つけてるパーク。まあ、結構打撃系に捨て振ってるかな。恐怖の足、プレデター、素早い拳、テコンドー。で、パークね、経験値ポイントで解除しなきゃいけないから、今ね、どちらかというと特性鍛えてるんだよね。 で昔 u f c 3ではなんかジムのトレーナーで技学んだらなんか自動的にパークもついてきたけど今作は一、ね、個一個解除しなきゃいけないから時間かかるね全部解除するにはさあというわけでトレーニングも終了ですまあトレーニングは <laughs> ごっそりカットしてます言うてそんなに新しい技もちょっと一個覚えましたでフィットネスはピークいきましょうそうだからトップ10入りはしたいなこの試合に勝って 2階級制覇を目指してるけど <laughs> ちょっと厳しくなってきたかな最近ちょっと怪が多いよ脳震と1回やるだけでなんかもう270日ぐらいかかるからね回復すんのにだからアイヤ・キンタに1年以上はね試合できない体にさせられてしまった <laughs> 電光石火のパンチパンチスピードは速いからな寝技のスペシャリストキャリア19勝 でもこっちもねそんなに寝技不得意っていうかグラウンドそんなに苦手じゃないから万能ですからね対応はできるよ1ラウンド目からちょっと打撃で攻めにいきますシャッキーンこのラウンドはもう打撃でテイクダウンもちょっとね防衛意識でいいよ 足も攻めに行こうおっクリンチきたなんかクリンチ結構するよなきたこれは防御できた新技発動するぜおらよ <laughs> これ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 新技っすれい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 てクリンチやめて 離離れ離れあーっと倒されたまあまあこの状態この状態キープこの状態キープすればちょっとブレイクになるでしょうまあ寝技仕掛けられたら仕掛けたいけどまだ相手体力残ってるからハーフガードいける体力あるうちはねあーっとあんまり寝技とかは仕掛けないですまずい。 寝技相手に寝技で仕留められたら最高だけどなフルガードいけるダメだおいいんじゃないフルガードきた上取れるきた上取れた信根立ち上がろう ボディが空いてるぜほらボディ結構スカスカだなお前ほら <laughs> おおスーパーマンパンチスーパーマンパンチあ うんあっちゃいけよしきたおーっとテイクダウンきたがこれはしっかりとう,うし。じゃあこれ効くね一1ラウンド目は勝ちましたねグラウンドでも負けてなかったし ボディーがスカスカですミドルどんどん蹴り入れていいかもしんないな相手は弱っているボディー狙いで体力削りに行くかてほらめっちゃ当たるいいねもう一回おっと また寝かせに来やがった嫌がってんねでも大丈夫ギロチンチョークかけられるきたぞでもさこれたまにさ相手さカウンター仕掛けてくるけどこれカウンターの阻止ってどうやんの絶対カウンター来るんだよねこの後ほらど,どうすりゃいいのあやめたあっこれいけるなあ一本いけそう 得意のギロチンチンョーク寝技相手に寝技で勝ちました <laughs> もうなんか弱点っていうところあんまないよね打撃が強いわ寝技もいけるわこの状態になったらもう腕ひしぎかギロチンチョークの2択あるからこれもうお箱技ですからね僕の <laughs> 最近寝技で勝つこと多いな寝技しに寝技で勝つマジでオールラウンダーだわ しかも2ラウンド目で終わったんで、選手生命もそんな減ってないよね。よし。8位相手に勝ちました。これランクどんぐらい上がるんだろうで。もしチャンスあるなら、アイア・キンタ戦また来たら、こっちが逆にテイクダウン取りに行って寝技仕掛けるか。あいつには多分打撃では勝てねえな。いや、アイア・キンタとはもう一回やりてえ。ホワイトボーナス獲得。ランキング11位。10位はいかなかったか、まあ。ランキング4つ上げたから、 うまくはいってるよね、今んとこ。順調にはいってるだろ。現在のランク。あいヤきンタ4位。ほう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 。そうだね。とりあえず、この契約4試合で、5位いけるかな3連勝すれば5位いけそうな気がすんだよね。目指せ5位だね。コナマクレガーとか、もう6位に下がってきてるし、当たるチャンスあるかもな。次の対戦相手。8位、ポールフェルダー。あんまりここら辺の選手知らないからな。この選手いくなんか左胸に、 漢漢字漢字のタトゥーが入ってんねレイこの選手とはまあキャンプ6週間あるんでやりますか6週間でいろいろ新技とかねでは次の対戦相手総合星4もうここら辺来ると全員星4だなファイティングスタイルレスラーなるほどじゃレスリングのスパーリングいきましょうあんまりこのトップ トップ技とか見てこなかったけど、ちょっと見てみるか。別に見なくても全然いけるんだけどね。<laughs> トップ技、無タイコンボ。あ、この選手、無タイすごいんだ。前足、詩、回し蹴り、ローキック、スピニングヒールキック、回転バックブロー。まあ、こんなん見たところでね、もう僕には対策無理です。特性、グラップル、打撃3.5、体力、体力あるって感じかな。そうだね、今んとこちょっと嬉しぎとギロチンチョークしか覚えてないから、新しい寝技ちょっと覚えたいっすね。 といろんな方向から寝技仕掛けられるようになりたい。ティム・エリオット選手のアン,スアンオーソドックスチョーク。トップ側のスプロールからのアナコンダチョークととどめのダースチョークを解除できる。いや、困ったら寝技ですよ。でこの状態からアナコンダチョークこれほうほうほう。 あーこっちが上になってるんだノースサウスからかな仕掛けるとなったら顔顔顔顔顔がすごい <laughs> なるほど上を取った時に有効だねこれあらあらあらもう今はロードトゥーベルトじゃねえよもうロードトゥーアイヤキンタだからあいつを倒すあいつを倒す <laughs> <laughs> 3度目の挑戦完璧だでは行きましょうおい隊長予定変更だは怪我で辞退とかあるんだこれ初めてだなポール・フェルダーが、えー、故障で次の試合を辞退したまだ出場の意思があれば代役でジャスティン・ゲイジを用意するがどうしたいえジャスティン・ゲイジって現実でヌルマ・ゴムドフと対戦予定のヤバいやつですよね現 UFC 世界ライト級暫定王者でしょでもなこの前な 断ったんだよなゲージー戦でもこれ断るわけにはいかないよなここで勝ってランク一気に上がるかなもちろん戦うさ相手が誰であろうと構えはしないこれ相手の情報はわからないままかよランキング5位だしねランキング11位と5位の対決いやーどうなるこれちょっとこれは予想外だな ジャスティン・ゲイジ名前だけ知ってるけどどういう,プあのなんていうファイトスタイルかよくわかんねえんだよな戦いの中でちょっと見ていくしかないねとりあえず打撃メインで攻めに行ってチャンスがあれば寝技でこれいつも通りの作戦ですまだ戦うの早いかなと思ってたんだけどな危険な KO 能力鉄のあごキャリア3敗まだ3敗しかしてないからね ジャスティン・ゲイジー KO アーティスト2017年7月、えー、8日 u f c デビュー危険な KO 能力いやーいい画題してる37歳対23歳あリーチこっちあるねシャッケーンこれ決めポーズでよいしょこの技お前から学んだんだぜ スーパーパンパンチお,お互いスーパーマンパンチやってきたあーで寝かせに来たがこれは防御いけそうだねほらーあっとダメだダメだ邪魔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 距離取ろういいねあクリンチ来た手数多いなあ来た来たまたうわいろんな技持ってそう 2がさんバックサイドよし,よしよしよし待った待った待ったいよいいよいいよスプ,スプロール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 木村ロックいけるさあ寝技いきますただ多分ね逃げられると思う普通に <laughs> 普通に逃げられる うんだよねと,とりあえずアピールアピール <laughs> 俺は寝技もいけるんだぜっていう早っ早い早いちょっと待て少しはゆっくりしようじゃないかなゲイジーさんよ状態起こす立とう打撃で勝負しようぜな寝技でちょこまか動くの嫌だろう おべおっととおうまいうえ、きた寝かせに来たうわー必ず倒される結構防御してると思うんだけどなタイミング遅いのか相手がうまいのか立ち上がるしゃーお前の技だうわっかん強い 強強強い強い強いあ。あ、あ、あ、まずまずまず,まず落ち着け落ち着けだめだめ,だめオーバーハンドなんか出すなよ <laughs> うわー早いはやいはいやいや打撃でも強い グラウンドでも強いあ出血はしてんなうーんどこで勝負すればいい、まあ、寝技しかないよなおー来た来た来た寝っかせに来たが腕ひしぎこれはちょっと分かんないないけるかこれ 相手の方が逃げるの早いかい相手の方が早いなあー逃げられたでまだチャンスあるキロチンチョークよし逃がさん <laughs> この試合打撃じゃマニアい勝てねえ寝技しかない あーカウンター来た何カウンターってどう防御すりゃいいのこれああカウンターボタン押すのかなとりあえず逃げ切ったほらクソが <laughs> あこれ首首 首やられる締められる可能性ありバックサイドよし立ち上がるはあ離せこれ離せあらく <laughs> もう一回だよし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  強グランドでは劣勢に立たされているのでスタンドで戦おういやースタンドもちょっときついんじゃないテイクダウンは結構な確率で取られるし寝技のカウンターのあの対策どうやるか分かんない打撃でいけるか木だい,いいの入った これは防御できるだろうこれはこれはいいよいいねおシューお危なこれも防御できるだんだん読みやすくなってきたな出血 いてる方があるかいいんじゃない無理すんな無理すんな無理していくなああシャーちょっとクリンんーこれは防御をしたいった <laughs> ハフガード 来来来来来た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 この状態維持この状態維持キロチンチョーク来た今度こそ逃がさねー絶対これで落とすあ出たまたカウンターされたまあもうこれがよくわかんない <laughs> そしてかけられるっていうどういうこっちゃこれ前作にカウンターなんてなかったよなこれちょっと負けた気がする判定でうわもう笑顔だもん <laughs> くそ。いやどっちだこれ気持ち負けた気がするんだけど俺 テイクダウンの数とか考えたらやっぱりなうーんそうよそうよそうよ負けたと思ったもん今うわーもう選手生命も7.2パめっちゃ減ったなこの対戦ちょっと早かったね断るべきだったなは2階級制覇は無理だもう <laughs> このライト級のベルトを狙うしかない。残りの選手生命を。そんな詐欺のこと考えてられないな。うわぁ、もうやべえ。半分足しそう。強かった。断るべきだった。この対戦は。ホールフェルダー。こいつ。<laughs> 次のカードに来やがった。受けよう。こいつとはやろう。こいつと戦って3連勝を目指そう。我がライバル、アイア・キンター。ー6位に下がってる。 ちょっと最近になってきて、ちょっと負けが目立ってきてますね。<laughs> ええー、勝ったり負けたりっていう試合が続いてますが、なんか面白いね。まあ、ずっとなんか勝っていくっていうよりかは、こうやって途中途中で負けた方がなんかリアリティやるわ。ジャスティン・ゲイジー戦は本当何も対戦情報あってもちょっとわかんなかったけど、試合中ほとんどテイクダウン何回か阻止した気がするけど、できなかったなうまかった。 もうちょっとね、成長してからね、臨もうと思う。はいというわけで、まあ、おい試合でした。残りの選手生命も、まあ、あと半分以上あるんで、全然ね、大丈夫だと思いますが、頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。